ライフリツアーゲームやっていきたいと思います。ここはベビールームです。赤ちゃんがここを這い回りながら遊びます。左右にスワイプして部屋を見回せますと。赤ちゃんの生物、まあアマルがいいからこれでしょう。何すんのこれ。哺乳瓶コインです。飲むと赤ちゃんの幸福度が上がります。選択をタップすると相互作用できます。選択をタップして親におんぶしてもらいましょう。ジャンプ、はい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 。あ、なるほどなるほど。あ、これで幸福度上げんのね。うん。あー、なるほど。あ、これで人生やっていくってこと。考えコインを9個集めると学生の時により勉強できる。3回以上世話をすると友達よりたくさん作れる。落書きを3つ集めると学生の時に芸術体育の、はいはいはい、なるほど。ほうほうほう。はい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 、なるほどね。入りたいサークルの前で選択を、多分趣味を選択してください。趣味は一つだけ登録でき、登録した趣味は趣味ボタンをタップして使用できる。趣味を使用すると幸福度が上がる。軽音かな、俺もやってたし。ポケモンの音しなかった。勉強コインを9個集めると分野の勉強に関する職業を持つようになります。はいはいはい。勉強コインを獲得すると幸福度が減少しますが、趣味に関する勉強コインを幸福度上げます。友達の前で選択、おお、なるほど。友達作りに成功すると友達が登録される。友達が複数作れ、友達ボタンをタップすると友達と電話して幸福度が上がります。フレンド、イエーイ、フレンド、イエーイ、フレンド。 My name is Amal。アナホエ、オッケー、大人になった。仕事するとお金稼げますが幸福度が下がります。美味しい食べ物を食べて幸福度が上がります。しかし7個以上食べると太ります。タバコを吸います、幸福度が上がりますが7本以上死にます。タバコ絶対吸っちゃダメじゃん。マジ。幸福度ゼロになるとゲームが終わる。はあ、ははあ、怖っ。タバコ、職業ごとに様々なイベントがあります。選択をタップしてください。はいはい、オッケー。なんかダメそう。大丈夫。あ、幸福度下がってたのか。はいはいはい。あ、幸福度ゼロで死んじゃうんだもんね。あ、子供？違うじゃん。ね、これ。ああ、すげえすげえすげえ。車買った。食べてって。なにこれ。おお、車乗った。どこ行くん？プロポーズ。え、こんなん決めなきゃいけないの？もう。この子。わーい！家族として登録されます。はいはいはい。でも初対面だって。あ、この人がいい。やっぱちょっと別れよう。初対面だけど、今時の恋愛こんな感じなの？いいな、俺には巡ってこない人生やな。俺なんか泣きそうになってきたんだけど。俺いつ結婚するんだろうね。え、俺はいつ。大丈夫ですか。
ッケー。幸福度貯めてこ、幸福度貯めてこ。孤独のグルメ来た。いや、タバコ危ない、タバコ危ない。所有財産に合う家を購入してください。290円しかないんだけど俺。うわ、何も買え、あ、あー、月日を下げてください。やばいやばいやばい、ジャンプできない、やば、危ない。奥死ななかった今。え、先に行った今。やばい、ジャンプできない、あ、死んじゃう死んじゃう、待って、まだ死にたくない。あー、自分が来ました、もうすぐ人生を振り返る時間、今から棺に入るまで行動できません。あなたがどのように生きてきたのかによって葬式に来る人々が変わる。これが最後っていうよな。彼は貧乏な会社員として生きた。趣味を楽しむには生活がギリギリで、友達とは距離を置いて、妻には冷たい夫だった。彼は人々が氷のように冷たい人だと話した。彼は他の人に心を配りすぎた。僕は何だったんだろう。次の人生ではもっといい人に出会ってくれ。自分の仕事をちゃんとすべきだった。他人のことになんでそこまで。僕は今まであなたに何をしてあげられたんだろう。車の何が大切なんだ。20代に稼いだお金は全部。あれこれ邪魔されて疲れてよく眠れなかった。あの状態では誰もうまくできなかったはずだ。友達というよりはほとんど他人と言えるだろうな。わけもなく手助けしたな。他の機会を見つけるべきだったのに。友達というよりはほとんど他人、ああみんなそうだね。楽器は僕に合わなかった。とうとう終わったのですね。本当にだらしのない生活をしました。悲しくね。いや、やめて。これはもっけよき、ありがとう。このキャンクで仲間をつけるぞ。ヘブダイジャキルビーだ。このルビーだ、わわわ、いると、こわ、カルト、てか傷と傷じゃない。ぐる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 、ポンポンポン、どの卵にする。白とドラゴン、何しとんねんお前。これ白とドラゴンちゃうねんお前。ほか、なんか悲しい人生だったね。なんかああなんないように気をつけなきゃっていう感じを思いましたね。皆さん人生においてやっぱりそのゴールがないと、例えばさ 100m 走、あそこまで頑張ろうって走り切るみたいな。でゴールがないとやっぱしんどいじゃないですか。調節もできないし。でゴールって人間においてどこだと思いますか皆さん。結婚した時、仕事に就いた時、それとも定年退職した時。違います、死ぬ時ですね。死んだ時、その時にどういう人たちに集まってほしくて、みんなにどう思われながら死にたいか、それをね考えるといいって、なんかね、えらい本なんかね、本のなんか7つのなんたらみたいな人が言っていたことを今全部私は受け売りでここで喋ってます。はい、なので皆さんもそこをゴールに設定して、周りからどう思われたいか、最終的にそれを糧にして生きてください。今日の晩御飯はコンビーフです。